安倍晋三首相は、6、7両日にロシア極東ウラジオストクで開かれる東方経済フォーラムに出席し、プーチンロシア大統領との首脳会談も行う。北朝鮮による6回目の核実験を受け、北朝鮮に近いロシアから圧力・制裁強化に向けた協力を引き出せるかが焦点となる。米ロ両首脳にパイプがある安倍首相が橋渡し役となり、北朝鮮を封じ込める国際世論を形成する側面もありそうだ。金正恩朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮は3日、国際社会の警告を無視して核実験を強行した。安倍首相はこの暴挙を受け、同日夜にドナルド・トランプ米大統領とプーチン氏、翌4日に韓国のムンジェイン大統領などと相次いで電話会談し、北朝鮮による暴挙は深刻な脅威であるとの現状認識を完全に共有したなどと記者団に語った。中国と北朝鮮の関係が冷却化する中、ロシアは朝鮮半島情勢のキーマンといえる。現時点でロシアは北朝鮮の核実験を批判する一方、米韓合同軍事演習も問題視し、中国とともに対話を重視する姿勢を示している。安倍首相は7日の日ロ首脳会談で、北朝鮮に核保有体制維持を保障しないことを悟らせるため、プーチン氏に強力な制裁措置に同意するよう促したい考えだ。米国は日本とともに石油禁輸など圧力強化を求める立場だが、トランプ政権はロシアによる大統領選介入疑惑などで積極的な対話に乗り出しにくい。このためプーチン氏と関係構築に努めてきた安倍首相が直接説得に乗り出す構えだ。昨年12月の日ロ首脳会談で決まった北方領土での共同経済活動も主要議題となる。